パリ五輪中継で一躍時の人となっている NHK の中川アンナアナウンサー307月26日現地時間二開会式直前の様子をエッフェル塔を背景に中継リポートした中川アナだったがその際にベージュのトップスを着用していたことで肌と同化して見えた人が続出し裸に見える何も着ていないなどと一部 SNS で物議を醸したのだ中川アナといえば これまでも自身の公式インスタグラムに投稿しているプライベート姿の多くで、ボディラインを強調する服装を着用。たびたび、NHK らしくない、などと波紋を呼び、一部では、NHK の峰藤子、とまで呼ばれている。16年に慶応大学を卒業し、NHK 入り。大学時代はミス慶応のファイナリストにまで選ばれた美貌を武器に20年から東京アナウンス室所属に。 朝一のリポーターータを経て現在はサンデースポーツを担当。その実績が評価されて、今回の五輪キャスターに抜擢されたそうです。スポーツ指揮者。そんな NHK では異色の存在感を放つ中川アナだが、仕事ぶりは評価されているようだ。中川アナと仕事をしたことのある NHK 関係者は言う。素顔の中川アナは努力家で、 台本の打ち合わせなども本人が納得するまで何度もスタッフに確認するほどしつこいほどですがいい意味で慎重なタイプですアドリブの対応も起点が効きますしアナウンスも明瞭で聞きやすい派手な外見で見落とされがちですがアナウンサーとしての力量はしっかりしていると局内でも評判です一方で今回のような本業以外での話題についてこんな声も 以前からインスタグラムでのボディラインを強調した写真を投稿していることによる視聴者からのクレームが NHK に寄せられているんです。それについて本人は以前より露出を多少控えめにしているそうですがあまり気にしている風にも見えません。